シチュエーションルーム。シチュエーションルームは、アメリカ合衆国、ホワイトハウスのウエストウィングの地下にある施設である。513.2平方メートルの会議室と、情報管理センター機能を備える。シチュエーションルームは、アメリカ合衆国大統領とその顧問、国家安全保障問題担当大統領補佐官、大統領主席補佐官を含むが、 国内外の有事の監視と対応を行うため、そして外部機関、海外の機関を含むと安全な通信を行うために利用すべく国家安全保障会議のスタッフによって運営されている。シチュエーションルームではアメリカ合衆国大統領が世界に展開するアメリカ軍の指揮管理を維持するための通信設備と必要なセキュリティ機能が整備されている。日本では ホワイトハウス状況室、ホワイトハウス危機管理室、緊急対応室、状況分析室などの訳語でも知られている。シチュエーションルームは1961年にホワイトハウスの即時対処能力の欠如によるピックスワン事件の失敗があったことからジョン・ F ・ケネディ大統領によって設置された。この部屋には最新の通信システムが構築され、木目調の壁の裏には異なる。 音響機器やビデオなどの設備が備わっている。シチュエーションルームの要因は国内、海外の事象を監視する5つのチームで組織されていて、それぞれの監視チームは3人の当直将校と通信担当、情報分析担当によって構成されている。しかし、構成自体は当直シフトや求められる作業量によって幅広くなっている。各チームは 様々な情報当局やアメリカ軍から選抜された約30名の上級士官で構成されていて、各構成メンバーは通常の所属当局より厳しい身辺調査を経て選ばれ任命される。彼らは24時間体制で継続的に世界の事象を監視し、重要な事件に関してはホワイトハウスの常席役職者に継続して報告を続ける。 シチュエーションルームの役割は即時性のある情報提供と国家安全保障会議メンバー、国家安全保障問題担当大統領補佐官、そして合衆国大統領に対する危機管理支援である。事実シチュエーションルームは24時間365日、常に重要機密情報をホワイトハウスの内外と連携している。特に大統領がホワイトハウスを不在にしているとき、 最重要情報を届けるパイプの役割を果たしている。ワシントン DC の国家安全保障関係者が持つ情報を大統領の出先に確実に届けるために必要不可欠な橋渡し役である。1日は監視チームの作成から始まる。大統領、副大統領、そしてホワイトハウスの最上級幹部を対象に作成された朝礼報告書は国防長法に一報。 国務省の総長要約書、そしてのコピーを含んでいる。この朝礼報告資料は、通常、国家安全保障担当補佐官の出勤時に迎えに、来る車の中にある。朝の定例業務には、大統領美礼指示、プレジデント、s d デイリーブリーフ、PDB もまた含まれている。PDB は、国家情報長官室によって作成され、の職員によって、 大統領と他の国家安全保障会議の交換に対して渡しされ説明される。加えて監視チームは集約した極秘情報のも提供している。これらの当局をまたがる直近の問題を扱った集約情報は選別されて国家安全保障会議のメンバーに対しても連携される。またシチュエーションルームの要因はホワイトハウスと 国家安全保障会議に対して状況の変化に関しての警告を発することもしている。大統領に情報を伝達する責任は国家安全保障担当補佐官にある。他のセンターからの写真や表、地図を含む最新の報告をまとめたものでのほど部屋に座って書けば用意ができる。シチュエーションルームの担当者の責任は大統領と国家安全保障担当補佐官が 最新の状況だけでなくその最新の状況をどう報道機関が報道しているかを確実に伝え続けることである。他の典型的なシチュエーションルームの役割としては、大統領の電話を調整し、外国原種との重要な問題を含んだ通話へ誘導するといったことも行う。この両者間へ至急の通話を調整することは同時に、 常に記録を取り続け適切な安全保障上の重要性を認識しながら必要な情報を伝え続けるという役割を含んでいる。この機能はシチュエーションルームがホワイトハウスの窓口と密接に連携して果たしている機能である。唯一の包括的なシチュエーションルームの改築は2006年から2007年にかけて行われた。この改築に先立ったものでは 1985年代の技術水準ではある魔外部と通信をするためのモニターや100ミリ、コンピューター、電話のための電気回線の付設はされていた。音響機器や映像機器はデータを暗号化した場合、信頼性に乏しい上に、そのような機器は時々画面やデータが黒くなり、大統領の爆発を促しているようなありさまだった。ヘンリー・キッシンジャーはかつてシチュエーションルームを 居心地が悪い上に、美的センスが悪く、不必要に、重苦しいと酷評した。9.11テロが発生する前に、改築の計画は始まったが、この計画は、その後緊急性を増した。改築は2006年8月に始まり一連の、シチュエーションルームは、一旦取り壊され、床が剥がされ、基礎から再構築さた。 一連の構築物は4ヶ月半で改築されたが、特にシチュエーションルームの真上にあった首席補佐官の執務室は工事の騒音がひどかった。ニューヨークタイムズはホワイトハウスのスタッフは耳をつんざく騒音と机の上のコップの水が床の振動でぐらぐら揺れる状態で部屋に座って仕事をしていると報じた。改築は 数十年前からいくつかの段階に分けて実施され、同軸ケーブルの付設や後に、フランクリン・ルーズベルト時代に地下に埋められる円柱、窓枠の設置などが行われてきた。またこの改築は、シチュエーションルームの国家安全保障会議のための施設から安全保障の主要拠点とホワイトハウスの主要要員の執務室という役割を担えるように変換することでもあった。 いくつかのマホガニー材が大きな音を立てて剥がされ、そしてセキュリティ機能の備わった3つのビデオルームが従来設置されていた2つのビデオルームに加えて新たに設置された。セキュリティ要件の備わった直接通信機能はエアフォースワンにも加えられた。加えてその部屋は将来の技術的進歩に対しても容易に対応できるように改良された。 ホワイトハウス副主席補佐官のジョセフ・ハーギンからは、これで改良するときにマホガニーを剥がして新たホラー穴を掘らなくても良くなるという発言もあった。また認証されていない移動体通信機器を検知するためのセンサーが天井に埋め込まれ、個人的な携帯電話通信やその他の情報機器による通信を遮断している。改築の前には秘密に持ち込もうとする機器は、 シークレットサービスが没収する以外に対応方法がなかったものである。新しい一連の施設には、レセプションエリアの近くに通信手腕を持たない人が使える優先通信の棚が備えられている。個人的な携帯電話は安全なガラスケースの中に格納される。改築作業は2007年5月中旬には完成し、2007年5月17日には、 ジョージ・ W ・ブッシュ大統領とイギリスのトニー・ブレア首相が彼らのイラク対応チームのメンバーと共に新しくなったシチュエーションルームで開催されたビデオ会議に参加した。その数日後、ジョージ・ W ・ブブッシュ大統領によって新しくなったシチュエーションルームのテープカットセレモニーが行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。